どうも皆さん、おはようございます。シブウォーリアー戦闘破壊めっちゃ耐えてん、外役リュウです。さあ今日はですね、令和のリーブ21デッキ、もう悩み無用つって、令和の西野デッキをねやっていきたいなと思います。あの強引にアポピスの化身をね活躍させるというデッキとなっております。アポピスの化身活躍させるのって大変で、だからねこれね、正直このまさこれとかでいいんですよ。しかもこいつメインフェーズでしか使えないんで、これなんでこの効果つけたんだろうな。これメインフェーズでしか使えない効果いらなかったと思うんだけど、こういう効果ついちゃってるんで、これとかでいいんですけど、正直強引に使うから今日は。でトラップモンスターなんでね、トラップモンスターできた相性がいくとあの良くて、新しいルールともすごくあの噛み合っているんでね、あのトラップモンスターはあのモンスターゾーンに出るとトラップカードとしては扱わない、あトラップカードとしては扱うけど、魔法トラップゾーンには埋まんないっていう効果があるので、やつらを使った、こいつらを出した上でその後ろに伏せれるから、まあ結構新しいルールと相性がいいと。でまあこいつはあの出てる状態で他のトラップモンスターが出てくると相手のカードを除去れるんで、まあこいつがやっぱ軸ですよね基本的には。でエースモンスターはね、これあのレジギガスです。レジギガス、地属性をリリースするとワンドローできるよっていう効果が一応ついてるんですよ、おまけで。基本的にはアドバンス召喚に成功すると、フィールドのセットしたカードを2枚選択して破壊するっていう効果を持ってるんで、これで魔法トラップを除去したりとか、あと底なしカナディアで埋めたモンスターを除去したりとか、まあこういうことできるんで、これ非常に強いですね。でカナディアとかは湧いてこれるんで、アドバンス召喚の素材になれるし、まあこいつらは基本的に全部地属性のあのまあこいつ光か、こいつと、こいつも闇だな、こいつとあとここか、これが地属性なんですね。だからこれをリリースしてアドバンス召喚していくと、セットカードを2枚破壊できるよっていうことなんで、まあ、割と強いですね。であとこいつはチューナーなんですけども、こいつも地属性で、チューナーのトラップモンスターって結構優秀で、こことここで Q できるし、あとこことこれで、じゃあこれとこれで6できるしっていう感じなんで、結構優秀です。あとこれとこれであの4できたりもしますね。はい、ということで、まあ、シンクロモンスターはこんな感じで入っていると、そういう感じです。で、連動トラップっていう史上最強の、スキルを使っていまして、トラップカードを発動するために200相手のライフを減らすっていう、なんかあのトリックスターみたいなあの感じの、あのスキルで、これあのあれですね、あのトラップ発動するために200ダメージ与えていくんで、結構、まあ、割と、まあ、3ターン4ターンぐらいかかってるともう1000とかダメージ削れてるんで、結構強いです。はい、早速じゃあ、令和の、リーブ21デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方はクロウホーガン選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。レベル加工 BF っていうのね、あのうちの東義治大先生がねあの開発しましたんで、あの人動画出しちゃったからさ、ちょっと流行ってる感あるんだよ、ちょっと若干ちょっとめんどいマジでなんてことをしてくれたんだ。レベルもう BF 払う、流行るの嫌なんだよもう。まあ言うてこっちのデッキ結構強いけどね、このなんか裏返すカードは結構あの相性悪いんで、あの人たち、まあ、そこまで相性悪くないかなと。なんなら好相性まである、知らんけど。カード1枚セット、カードを1枚セット、カナディアだね、絶対単勝負だね。あの全部のあの喋る言葉の後ろに知らんけどってつけるとめちゃくちゃ信用失うよね。知らんけどっていうセリフって一番信用失うセリフだと思ってるんですよ俺、知らんけど。あ、シムーンアドバンス、オッケー。シムーンアドバンス、なるほど。で、旋風効果、まあ、これは穴かな。深い、まあ、カーでもいいね。カーでもいいわ。こいつは別に起きてもいいや、別に。はい。で、200ダメージを与えて、裏側にあって、攻撃力が参照できないんで、黒い旋風でサーチが入らない。で、一応、召喚権はもう使ってしまったんで、特殊召喚もできない。はい、このターンエンドするしかない。はい、来た。はい、来ました。はい、強い。はい、強い。グランマーが起きた。なるほど。グランマーが来たか。回復さすがにアポピスじゃない。これ、魂セットするしかないでしょ。で、ターン終了して。いや、でもね、なんとかなると思うんだよね、これ。まあ、一応、底なしがあって、カナディアが湧いてくる。で、クモイオとアポピスがあるんで、アポピスが地属性も偉いんだよな。これ、グランマーグのさ、アドバンス召喚って地属性、それは別にどうでもいいんじゃない？それはどうでもいい。出てきたやつをあの穴すればいいから、これでサーチが入んないと思う。で、多分オロシ持ってないと、まあ、7シンクロ多分できないと思うんで、で、オロシ、今サーチ入ってないから多分いけると思うんだよね。で、クリス召喚で効果発動には、さすがにこれ穴落とすでしょ。
穴を落とすだね。てってれこれ出しすのはちょっとあの後でいいですね。後でいい感じしますね。でこれは前飛ばし、前飛ばしかな、まあ、前飛ばしてて、カナディア沸かして、ミネツシのバトルフェイズ OK です。これ知恵間違いな、知恵間違えるな。あやべ、ちょっとアポビスメインフェイズだけだったわ。ちょごめん。まあでも別にいいか、2500突破いけないでしょこれ。2500多分突破いけないわ。アポビスだけさ、なんかメインフェイズでさ発動だからさ、おかしいんだよこいつ。普通にカースオブスタチューかソウルオブスタチュー入れたいもん。どう考えても、どう考えてもあいつらの方が強い。やばい、一番言っちゃいけないこと言った。でアポピスの化身を特殊召喚、さあ行くぞ。魂の召喚ムービー見てくれ。アポピスの化身に召喚ムービーあるって知らない人多いから、最近は。最近もうこいつに召喚ムービーあるの知らないっていう人多いから、見せて差し上げよう。これですよ、これ、これよ。かっこいい、かっこいいか、これかっこいいのか。アポピスの化身特殊召喚、そして文様の土蔵の効果発動、相手フィールドのカードを1枚破壊させていただこう。そして2体のモンスターをリリースし、これってさ地属性含んでればいいんだよね。これってさ、ちょっと待って、これちょっと一応効果読むか。含んでればいいんだよね、含んでれば地属性モンスターリリースしたと思いましょうか。 OK、 だからこれはもうこんなやついらなくて、こっちはいらなくて、でこのグランマーク召喚し、グランマーク効果セットカードを破壊させていただこう。強すぎる、これですよ、これがね、レイワのリリッシュド、レイワのハゲは強いんです。対戦ありがとうございました。まあ遊戯王デュエルリンクスっていうかね、メンコですね、これに関してはメンコです、このゲームは。さあ、オセロやっていきまーす。オセロをやっていきまーす。カード1枚セット、まあオセロ、まあメンコですね、メンコやっていきます。ターン終了していく、ターン終了していく。さあお相手の方はおそらくブルーアイズ、ブルーアイズとかブラックマンシャンっていうのはいいですよね。あのキャラクターデッキがやっぱりそのデュエルリンクスで押されてるので、永遠にちょっと弱くなってもすぐ強化もらえるんでね。あのやっぱりね、俺の大好きなワームとはねわけが違ってね、もうワームなんてもうエクシーズ召喚来るまで強化来ないからな、多分おそらく困るよな。俺の18金デッキでも強化くれよ。でここでこうして、で雲色の土蔵の効果を発動、セットカードを破壊させていただこう。さあそれはなんだ、ホーリーライフバリア、なるほど、これ太鼓切るってやつな。あーチェーンなしか、チェーンなしか、チェーンなしか、チェーンなし。まだ切る取れないんだよな、3600。なるほど、これ引けたいとするか。まあ一応ね、真空召喚してぶん殴りに行ってもいいんだけど、ちょっと一回様子見ましょう。相手の光ってねえから札が、はいはい、セット OK、 セット、あ剣士召喚 OK、 剣士召喚は OK、 剣士召喚は OK です。で剣士召喚は OK です。で太鼓持ってきます、 OK です。でハンド切るカードは入ってないから、多分それ今おそらくあのデッキ側は多分あのフリーチェーンのね、サンダーボルトとか、サンダーボルトじゃないや、サンダーブレイクとかじゃないので多分大丈夫ですね。んでまあこれがねちょっと読めちゃうっていうのかな、微妙なんだよな砂時計とかもうなくせばいいんじゃないですかどう思います皆さんは。なんか分かっちゃうのあんま面白くないんだよな、もはや。もう全然分かんねえ状態での方が面白いっていう説ないですかね、カードゲームって。そんなことはないのかな、そんなこともないのかな。ちょっと一回砂時計なしでやってみません、デュエルリンクス。それ運ゲーすぎますかね、それ。プレイング介入する手段なさすぎて、もっと運ゲーが加速するって、もともと運ゲーだろって。確かに。さあ、セットカードを破壊させていただこう。さあそれはなんだ、あ毒球部隊か、なるほど。毒球部隊でそこリリース、でセットカードかな、セットカード破壊は別にいいか、セットカード破壊はそんなに痛くないね。でチューナーを破壊されるのが一番痛いかな今。あー、オッケーオッケー、全然いい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 。青眼にもう俺何もさせないから。でこれシンクロ召喚するんじゃないですか、シンクロ召喚するんじゃないですか。はい、でこれ3100ダメージだから、あと300でしょ、あと300でカード1枚セットしていく。でバトルフェイズ入って
3100のまずダメージをぶちかましたと300、あと300、あとトラップカード 2回使えば勝ち。俺あとトラップカードを2回使えば勝てる。いけるぞ。デッキトップトラップカード頼む。さあ怖い会話。ちなみにクモン用の土蔵もいるから、あと1枚モンスターを破壊、モンスターじゃなくて、あ、それそういう感じ、そういう感じね。はいはい、そういう感じね。そういう感じだ。 OK、 ドラゴン目覚めの戦列、なるほど、ドラゴン目覚めの戦列、セーブが1枚捨てる。で太鼓、なるほどですね。これってさ、進化したじゃないんだ、オルタナか、オルタナね。 OK、 オルタナは別にか、変身して効果使った瞬間でいいね。じゃあ進化した最強じゃないから別によくて、進化した最強の方が強かったね今ね、これ融合できたから。まあどっちにしてもそいつ破壊するけど、さあどうするんでしょうか海馬社長。まあおそらくこれはシンプルにブルーアイズを出して、まあ、オルタナティブみたいなことしてくるんだろうけども、まあそんなこと許すはずもなく。さあこれはもう両方とも手札がブルーアイズブルーアイズになってるんで読みやすいですね非常に。退去の効果で回収しても何もできない。オルタナになるしかないね。だからコスモブレイン変身オルタナしかないね。はい、コスモブレイン変身オルタナティブ、着地、着地狩りしよう。着地狩りってなんだ格ゲーかこれは。俺格ゲーやってんだっけ、なんかオセロかと思ったら格ゲーだったわこのゲーム。着地狩りしていこうね。えソウルオブスタチュー効果発動、200ダメージを与えながら、これは出せない。ソウルオブスタチュー出して、でクモン用の土蔵の効果でブルーアイズを破壊。一応太鼓で回収はできるが、ブルーアイズブルーアイズになるだけ。はい、対戦ありがとうございました。めんこ楽しいわ。さあ不死鳥来た、プロデュエルスト来た、ルー大島みたいな喋り方するやつ、ルー大島みたいな喋り方するやつ来た。さあカードを2枚セット、3枚セット、3枚セット。なんかお前リシドみたいなことするやん、それ俺のお箱なんですけど、それ我のお箱なんですけども、セットね、これでセット、セット、いやむずいなこれ、どうしよう、カース、いやこれ難しいな、一応1枚カウンティアか、これで楽しみで。さあエンドフェイズ、プロデュエリストは何の言ったでしょうか、なんか伏せカード3枚とかいうね、本当ハゲのお箱みたいなことやってきました。さあ一体何デッキなんでしょうか。エドフェニックス選手、終焉の炎、終焉の炎、トークン2体出すよね、はいはいはい、 OK、 トークン2体出すやつ。さあなんか不穏な空気を感じる、やばいこと起きる、うわっ、うえっ、ゲットですね、ですね、ちょっと待ってください、こうしてこうして、で、カナディアからの、これってさソウルオブスタチュー出したらさ、ソウルオブスタチューでさ、なんかクモン用だけ守られるみたいな点がないのかな、そんなことは起きない、もしかして。ちょっとやってみるか、ソウルオブスタチュー、これどうなるのこれこれちょっと600ダメージ食らわせるわ、魂の600ダメージ、よし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 、魂の600ダメージ食らわしていく、おいおい、あー全部死んだ、全部いった、痛すぎるこれは、これは痛い。あでもまあ結構なんか粘れそう、ワン粘れそう、待ってこれ全然するわ、ちょっと俺は粘りの男、しつこいってよく言われます、嫁にもよく、私ちょっと本当にしつこいって言われて、うわぁ、待って、これ出す、これ出していいな、出していい、俺も出していい、これは守備で出していいかな、多分守備出しで出してよくて、これ 2発目飛んできたらマジやばいけど、あースワンプマン、まあまあまあ、まあ、それはしょうがないか、スワンプマンはしょうがない、光属性ドラゴン族来た、光属性ドラゴン族、ブルーアイズ来た、で1枚破壊はもうしょうがない、これしょうがない、あーいいとこ抜くね、やるね、これもう1枚とか来ないよね、まさかもう1枚とか来たら俺泣くよさすがに、やばい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 って、それはキモいキモいキモい、やってることキモす、ちょ1回穴で、か
壁壁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 壁で壁でこれでこれも発動して電動トラップでゴリゴリダメージ削ってあとで痛い痛い痛いちょっとマジでやばいこと起きてる。ああ痛い。やっていいことと悪いことあんだろう。やばいこと来た。ドロ。あいつはアーニョ落としちゃう。まだいける。まだ俺は参る。任せろ。まだ俺はクモイを出してばまだなんとかなる。ワンチャンスある。生きろ。スナタ美しい。さあ。スナタをお前にさんが救えるか。だが。いや、救えるかわからない。だが、共に生きることは…やばいこと起きた。召喚成功時、いやでもいける、まだいける、まだワンチャンスある。こいつは召喚成功時にしか…いやこれは微妙。くそ、まだ来た。どうしよう、どうしたらいいんだ。僕は300ライフお釣りなし、ライフお釣りなし、ちょうどライフを釣りなしほど。いや、はあ。いや、やめてよ。待ってよ。おかしいよこれ。なんだよこのゲーム。おかしいよ。ちょ、やばいマジで。超カムリがどういう意味よ。もうやばいよこれは。やばいちょっと待って、俺1枚で返せるカードはさすがに入ってんな。さっき、うーわ、レジギガス、レジギガス、魂のレジギガスドロー。先に出せたらな、これ打点超えれんのに、お前の